スハルトは、インドネシアの軍人、政治家。最終階級は、陸軍少将。第2代大統領。30年以上在任し、開発独裁政権として、同国の工業化を推し進めたが、アジア通貨危機後の政治不安、社会不安を鎮静化できず、大統領職を辞任した。在任中から、身内への不正な利益供与などについての批判を集めており、辞職後、 その法的責任を問われたが、高齢、健康問題を理由に、刑事訴追は取り下げられた。植民地時代のインドネシアの中部ジャワ州、ジョグジャカルタ近郊の農村、ゴデアン村に生まれる。父親は、村の推理役人、母親は、ジョグジャカルタのスルタン夫人の登園にあたる女性だった。両親の離婚に伴い、各地を転々としながら、現地語で小学校教育を、 ウルヤントロデオへ、その後もおのぎり、クムスと移転しながら、18歳で中学校を卒業した。農業銀行の見習い行為を経て、オランダ領東インド軍に入隊。すぐに軍曹に昇進するが、太平洋戦争の開戦後、ランイン軍は日本軍に降伏、スハルトも失職した。日本軍政期には、1943年、軍政当局が組織したペタに採用される。 そこでも小隊長、中隊長へと昇進し、インドネシア人士官の訓練にも当たった。インドネシアは日本が降伏した2日後の1945年8月17日に、スカルノにより独立を宣言し、ペタは8月19日付で解散したが、降伏した日本に代わって、植民地支配の復活を狙ったオランダとの間で、独立戦争がやがて始まる。この時期、 オランダに抵抗する正規、非正規の軍事組織が多数発足したが、スハルトは同年9月に組織された正規軍に参加し、ペタ時代の実績を買われて副大隊長に選ばれた。翌10月に共和国軍が正式に発足すると大隊長に任命された。このインドネシア独立戦争中、スハルトは野戦指揮官としての評価を高めた。なお、この時期、 1947年、スラカルタカ級貴族のデノシティハルティナと結婚している。そして陸軍で実績を重ね、インドネシア独立後も、オランダの支配が続いていた西イリアン解放作戦で活躍し、1963年に陸軍戦略予備軍の司令官に就任した。1950年代の議会制民主主義体制を葬り去ったスカルノは、 大統領に強大な権力を付与した1945年憲法を復活させ指導される民主主義を宣言した。スカルノは勢力を拡大しつつあったインドネシア共産党を自らの支持基盤として外交的にも徐々に親友路線を強めていった。国軍内にも親友派の影響が広がり、スハルトラ国軍主流派は危機感を抱いていた。そのような状況下で、 1965年9月30日、大統領親衛隊長、ウントゥン中佐が率いる佐波系軍人が陸軍参謀長ら6将軍を殺害するというクーデターが発生した。事件の詳細な経緯は今なお明らかにはなっていないが、スハルトはスカルノから事態の収拾に当たるための権限を与えられ、速やかにこれを鎮圧した。同年10月16日、 陸軍大臣権陸軍参謀総長に就任したスハルトは事件に関わった共産党の指導者、一般党員、共産党との関係を疑われた一般住民を大虐殺し、党組織を物理的に解体した。20世紀最大の虐殺の一つとも言われ、50万人前後かとも言われるその総数は今なお不明。従来の親友路線の責任を問われたスカルノは、 翌1966年2月21日に新内閣を発表して、なおも政権を維持しようとしたが、陸軍、イスラーム系諸団体、学生団体などによるスカルノ球団の該当行動が活発となり、辞任要求の圧力を抑えることができなかった。同年3月11日、スカルノは秩序回復のための一切の権限をスハルトに与える3月11日命令書。 にサインし、その実験をスハルトに譲った。スハルトは、1967年3月に、大統領代行に、そして1968年3月には、第2大大統領に就任した。参考、9月30日事件の外交文書公表、スハルト元大統領が、スカルノ政権から政権奪取するきっかけとなった1965年の9月30日事件の後、 インドネシア全土を巻き込んだ共産主義者一層キャンペーンにアメリカ政府と中央情報局が関与し当時の反共団体に巨額の活動資金を供与したり CIA が作成した共産党幹部のリストをインドネシアの諜報機関に渡していたことを記録した外交文書が米国の民間シンクタンク国家安全保障公文書館によって公表された 文書は2001年4月に秘密指定を解除された1965年から1966年の米政府の外交文書でスカルの元大統領によるマレーシアと米国への対決政策9月30日事件当日から1966年3月までの間ジャカルタ駐在の米国大使などから当時のジョンソン大統領国務省などに宛てた書簡 公電などの他マレーシア、シンガポール、フィリピン情勢に関連する約900ページに及ぶ記録や注釈が含まれている。9月30日事件の直後から、ソロ川の水が赤い地に変わったと言われるほど、共産党狩りの犠牲者は激増したが、1966年4月15日、米国大使館は東と中部ジャワで毎日50人から100人の共産党員が、 殺害されている。その数は10万ないし100万人に近い数字とされるが、真相はわからない。しかし、マスコミに聞かれた場合、なるべく低い数を発表するのが賢明だと報告した。その後、1970年には10万5000人とする CIA 報告が記録されている。これらの文書を分析した国家安全保障公文書館は、 CIA の機密文書が抹消されている部分を取り上げ、米政府が反響キャンペーンを支援したことを CIA が隠そうとした事実を指摘している。大統領就任後、スカルノとは反対の新米、親マレーシア、反響路線に外交方針を転換し、インドネシアを国連に復帰させたことは、欧米諸国にも歓迎された。また、1967年に、 東南アジア諸国連合を創設し、同事務局をジャカルタに誘致するなど、近隣諸国との関係強化に努めた。1974年4月に、アントニオ・サラザール・ナキアのポルトガルで誕生した、左派政権が海外領土の放棄を宣言すると、ポルトガル領であった東ティモールでも、核勢力が政治活動を開始し、武力対立が生じて内戦状態に陥った。 完全独立派の東ティモール独立革命戦線が全土を制圧し1975年11月28日に独立宣言を発表するとスハルト政権はこれに武力介入して東ティモールをインドネシアに併合した。またスマトラ島北西部のアチ独立運動に対しても自らの権力基盤である国軍を投入して厳しい態度で臨んだ。 9月30日事件の共産主義者狩りの記憶に、基づく国民の恐怖感を背景にしながら、ツハルトは、自らの出身母体である国軍と、職能集団のゴルカルを、支持基盤とした。子外の軍人を、中央、地方の行政機関の要職に任命し、また選挙では強引な介入と規制によって、ゴルカル圧勝劇を毎回演出した。さらに1 9九十年頃からは、 イスラーム勢力にも接近を図り、支持基盤を強化した。また、国内の独立運動に対する弾圧、民主化運動活動家の拉致、拷問、各地で明るみに出る虐殺事件、体制に批判的なマスコミに対する弾圧などの人権侵害に対しては、海外からも強い批判を招いた。このようにして、強力な政権基盤を維持しながら、 開発独裁政権としての安定した政治体制と経済発展を実現させた。産油国としての地位を利用する傍ら、豊富な労働力を利用した工業化を進め、首都ジャカルタなどでは急速に近代都市化が進んだ。しかし、親族や福祉の部下、懇意の商人など身内に対する極端な利権の付与については、KKN という略語が生み出されるなど、 政権の腐敗が問題視された。実際に、妻のティエンは、口利き量として10%程度のリベートを要求することをやゆされ、マダムティエン,パーセントと影で呼ばれていた。また、日本政府が長年にわたり、インドネシアに対して言った ODA が、スハルト一族の利権配分に利用されたのではないかという疑惑が持ち上がった。特にスハルト政権の恩恵を受けた、家境、 家人の財閥は、後の市民による暴動で、迫害の対象にされることになる。1989年の冷戦構造集結からは、共産圏のベトナムやラオスのアセアン加盟も容認し、同年の昭和天皇の体操の礼に出席した際に、東京で和解した中華人民共和国と1990年8月には国交を正常化させた。1997年以降、 東南アジア地域の通貨危機が発生し、インドネシアもズーカルピアの大幅切り下げや、IMF 特別融資などの影響は、住民の生活に大打撃を与えた。事態を打開できない、スハルト政権に対する不満が急速に高まり、約30年にわたって続いてきた、長期政権下での潜在的不満も、各地で紛失するようになった。そうした不満は、前大統領、 スカルノの長女メガワティが率いる闘争民主党の指示へと形を整えていった。そうした国民の不満をよそに、1998年3月11日、スハルトは大統領に7選されたが、ここに至って国民の不満は頂点に達した。首都ジャカルタでは大学生の反政府デモが一般市民をも巻き込んで街頭を埋め尽くし、その一部は暴徒化した。デモは、 地方都市にまで波及し、政府内部にもスハルトへの辞任要求の声が高まった。これらの圧力に屈する形で、5月21日、スハルトは大統領辞任を宣言、副大統領のハビビに職を譲った。その後、スハルト政治の生産が進み、スハルトの三男トミーや政将ボブハッサンは、汚職で逮捕され実刑判決を受けた。スハルト自身も訴追されたが、 2006年5月恒例と病気を理由に裁判は停止された。ただし2007年7月に最高権が起こした総額14億ドルの不正蓄財の返還と損害賠償を求める民事訴訟はスハルトが死去した現在も競争中である。アスタナギリバン軍1999年7月の高速で倒れて以来入退院を繰り返すようになり、 2008年1月4日に体調を崩して再入院。全身性不臭や心機能低下と診断され、約3週間後の1月27日、多臓器不全により、ジャカルタ市内の病院にて死去した。86歳ボーラウさんのアスタナギリバン群に埋葬された。ありがとうございます。